こんにちは。人は食べたものと読んだ本でできている。全然処方の阿部です。今日はですね、素敵なお客様をお招きしました。よくですね、この全然には前から来ていただいている柳ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柳ちゃん、いつもいろいろね、うちでいろんな楽しみをしてもらってる中で、帰りによく買ってってもらうものがあって、前からちょっと気になってたんだけれども、それが今日ちょっと紹介してもらうものなんですが、はい、これまあうちで売ってるものなんてね、もちろん知ってるものではあるんです。このシリーズ、100枚レターブック、そうです。これをよく買ってってくれるね。はい、これはどんなものなの？まずこちらは、うん、1枚ずつ絵柄が違う、うん、レターノートになっています。なんか紙の質まで違うんだっていうのね。そうなんです。1枚ずつツルツルなものもあったり、うん、ね、線が書いてあったり書いてなかったりとか、うん、柄も全部違うんですね。なるほど、はい、これをよく買ってってもらうな。これずっと集めてるの？そうじゃん。そうです。こちらプレゼントで買わせていただいております。人にあげるのに。そうなんです。あ、そう、はい、そう。どういう時にそのプレゼント？そうですね、大人の女性としてこうプレゼントをあげるとか、ちょっとしたお礼をあげるって言った時に、うん、もう皆さん化粧ポーチですとか、うんうん、何かはもう気に入りのは持ってらっしゃるので、うんうんうん、何かこう今までにもらったことのないようなものってないかなと思った時にこの本に出会いました、うん、なるほど、はい、あ、やっぱり柄とかもたくさん他にも種類があって、うんうん、ね、いろんなのがあるんだってね。そうですね、これパリの紙とか和柄ですよね、うん、そう、中川清七商店、はい、リバーティープリント、こちらはウィリアム・モリス、有名なイチゴ泥棒の絵だったりとか、うん、いろんなものが和模様とかっていうのがあるんですけれども、あげる方の年代ですとか、なるほど、合わせて、うん、その人のこうプライベートを知ってるわけなので、うんうんうん、イメージに合ったものを、うん、送らせていただいてるという形ですね。なるほど、はい、あ、喜ばれますか？すごい喜ばれますね、はい、それは嬉しいですね。嬉しいです。やはりこのお手紙を書くっていうことも最近ないとは思うんですけど、うんうん、ちょっとしたその一言を書くのに、うん、適しているこう1枚だけの紙で収められるっていうところもありますし、うんうん、柄が違うのでその書く相手の方をイメージして紙柄を選んでいただくとか。なるほど。あとはフォト、はいはいはい、写真立てに、うん、お気に入りの柄を入れていただいて、うん、お部屋のインテリアとか、もちろん大好きな本のしおりなどにもお使いいただけます。うん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 、結構じゃあ手紙だけじゃなくてもいろいろ使い道があるんですね。そうなんです、はい、なるほど。それでいつもいろんなものをというのは、はい、その人をイメージして、はい、プレゼントさせていただいております。なるほど、はい、そうでしたか、はい、それはいいことを聞きましたね。ぜひ皆さんにもおすすめですね、はいはい、うんうん、ありがとうございます、うん、これからもまた新しい使い方とか、ね、うん、こんな風にこんなことがあったって言ったらぜひまた教えてください。ぜひ、はいはい、おすすめのプレゼントにおすすめの100枚レターブックです、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。